デデデン、起きいえ正午、午前1時台。いや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 、やだ、見たくない。そう、事件は金絞り公園で起こったのだ。今日はもう年の数だけ豆を食う日に変更しましょう。レミリア500個空気か。よ、ようこさん、ようこさん。そんな、なんで、どうして。たたたたた、確かようこさんは、起きいえの背後にいる何かを見つけて、そしたら、こんな姿に。芸人なら喜びそうなものが顔から全部出てますね。鼻水はダイヤモンド。落ち着け、落ち着け俺。まだ死んでると決まったわけじゃない。ないぞ。そうよ、死んだと決まったわけじゃない。そうだ、ただ気絶してるだけかもしれないぞ。うわー、なんだ、今何があった。いや、それよりも。いや、今のも結構気になるけど。でも先にようこさんを。ようこさん、しっかりするんだ。あー、いい気が、ない。息してないのか。あー、冷たい、脈も、そんな。そんなすぐ冷たく？とにかく早く救急車を早く電話。まじお前は落ち着け。いや、レミリアも落ち着いてください。で電話に電話。ダジャレ言ってる場合じゃないから。で、電話だ、救急車を呼んだら直ちに心臓マッサージ、必要ならば人工呼吸もお願いします。人工呼吸？お前は何照れてんだよ、緊急事態だぞ。助かればいいけど、まあ無理だろうな。119番に通報した、じきに救急車が来るだろう。だがすでに陽子さんの体は完全に硬直しており、体温もなく呼吸も感じられなかった。まるで作り物の人形のように生気がなく、この状態から再び息を吹き返すようには、到底思えなかった。なんで？ほんの少し前まで普通に話して笑っていたのに。陽子さん。死因は一体何なんですかね？どうして？心臓系ですかね？あの天真爛漫な陽子さんが、どうしてこんなことに。蘇らせろ。あ、確かに、そうだ。陽子さんが探していた、蘇りの秘術とやらがあれば、今の彼女を蘇らせることだって、できるんじゃないか。こんな不可解な、たたりのような現象が現実に起こり得たのならば、逆に、蘇らせる術が実在していてもいいはずだ。マジ？正気？やめた方がいいと思うな。そうだ、彼女を信じろ、可能性は十分ある。彼女を元に戻すために、まだ俺にできることがある。霊感だとか、たたりだとか呪いだとか、そんな得体の知れないものが相手でもやるしかない。待っててくれ、必ず、秘術を手に入れて陽子さんを蘇らせてみせるから。マジかよ、呪う方かよ。あの時、異変が起こる前、何度か異様な気配があった。ぐわ、と何か来ましたよね。そして彼女は、何かを見つけてとても怯えていた。そう。この場所に、何かがあるのは間違いない。陽子さんは、一体何を見たのか。やっぱり、霊的なものとか？気に毛量の類とか？蘇りの秘術は、本所七不思議と関係があると言っていた。ならば、それはきっと、この地に伝わる七不思議、置いてけぼりとやらに違いない。うわ。またなのそれ。こいつ何回気絶するんだよ。冒頭も気絶から始まりましたよね。くそ、また、あの気配。本当にいるってのか？どこだ？え？これは霊的な何かを探せって言ってるのですか？なんだよこれ、ホラーじゃねえか。今頃気づいたんですか？推理系だとばっかり思ってたのに。ひやりとした空気が、重く体中にまとわりついてくる。正直ここに立っているのも辛いが、そんなことを言っている場合じゃない。もうここには何もいないんじゃないかな。うん。ここに何かがあるのは間違いない。よく探してみよう。間違いないってよ。しかし、もし彼女が七不思議を軽々しく調べたことでたたられたのだとしたら、俺も同じ末路を迎えるかもしれないな。そういうのは気軽に手を出しちゃいけないんですよ。いや、そんなことは覚悟の上だ。そうですね、そういうことに軽々しく手を出すとこういうことになるんですよ。それにしても何かあるはずって言うけど、ごばびっくりするだろうが。いや、陽子さんはずっとここにいるだけで。あの、そこに何かあります。え、ほんとだ、全然気づかなかった。うん、何か落ちてるぞ。なんだこれ。陽子さんが落としたものだろうか。今まで気がつかなかったが、傍らに小さな木彫りの彫刻が落ちていた。高さは 3-4cm、キーホルダーかと思ったが、この口型からするともっとずっと昔のもののようだ。こんなに小さいのにまがまがしいほどの重圧を感じる。これは一体。これ、陸に入った魚の木彫りか？ジュソ玉、置いてけぼり。こんなん拾っちゃって大丈夫なのかよ。じゃあ。なんだ。だだから言ったじゃん、そういうのを拾ったらダメだって。これが、まさか置いてけぼりの？何？幽霊？うぶう。深く悲しい、恨みの記憶が頭に入り込んでくる。私を、置き去りに、するやつ、死んじゃえ。殺せ。殺せ。置き去りにする奴を。みんな、殺せ。ほい、ジュソ玉、置いてけぼりの呪いの力で自身の前から立ち去ろうとする者を呪い殺せるようになりました。対象が立ち去るタイミングでジュソ行使ボタンを動かしてください。うわぁ。
ドス黒い粘液のような重苦しい殺意が、俺の魂に侵食してくる。それどういう状況？よく言葉で説明できたな。いや、それよりも呪い殺すって。さあ、殺せ。私がですか？これは主人公が加害者パターン。聞こえるか、かしり主よ。蘇りの秘術を求めし、かしり主よ。呪い殺せ。蘇りの秘術を得たくば、この呪いの力によって人々をこすり魂の残滓を集めよ。幾たりなる再婚を呪詛玉に捧げることで、それを見えに観婚がなされ、蘇りの秘術は発現しよう。また他の七不思議のかしり主を一人呪い殺さば、数十人に相当する再婚を得られよう。さあ、呪い殺せ。いや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 、さあ、って言われても。なんだ、今のは呪いの記憶が流れ込んできたのか。そのおかげで、この一瞬で理解した。どうやら俺はさっきの呪詛玉とやらを手にしたことで、本所七不思議の一つ、置いてけぼりに呪われたらしい。そして、声が聞こえた。蘇りの秘術を得たければ、この呪詛玉の持つ呪いの力で多くの人の魂を集めろと。秘術がこんなところにあったのはいいが、人を呪い殺す力を与えるから、どんどん殺せ、だと。クソ。自分の命くらいなら、いくらでも差し出すつもりでいたが、命を奪わないといけない。しかも何人も、下手したら何十人も。なんてことだよ。これが、置いてけぼりの呪い。自身の前から立ち去ろうとする人の、魂を置いていかせる呪い。でも、これで、呪いで魂を奪いさえすれば、陽子さんを蘇らせることができる、ってことなのか？そして他の七不思議に呪われた人物の魂であれば、より多く溜まる？そんなことで、いいのか？言い訳ないだろ。そんな単純な話じゃないでしょ。蘇らせるために人を呪い殺すんだぞ。しかもあってまだ1ヶ月の女性を、そんな自分の人生を捨ててまで救う？すごい男ですね。ああそうか、さてはあれだな。実はすべて、彼女なりの立ちの悪い冗談で。今にも目を開けて、笑いながら起き上がってくるんだな。陽子さん。もう、いいよ。いや、完全に騙された、参った、やられた。それとも、ああそうか、やっぱり君は血味猛量の類で。こんな程度で死ぬようなことは。そうだったら、どれほど良かったか。まあ、無理だよな。やはりもう戻れない、前に進むしかない。もうこの人自身が呪われてしまってますからね、やるしかないのでしょう。マジかよ、まさかの加害者側。あ、これなんだ？うん？あれはなんだ、何かが浮いてるような。なんでしょう、よく見えないですね。呪い殺すって、一体誰をどう呪い殺せばいいんだ、よく考えてみよう。呪詛玉に、置いてけぼりの呪い。正直、まだ理解が追いついていない。しかしこの呪詛玉、陽子さんが持っていたものだろうか。だとしたら、彼女が先に置いてけぼりの呪いを受けていた？蘇りの秘術を得る方法を知っていたってことか？そうなると、陽子さんは沖家を呪い殺そうとしていたってことか？もしそれが本当だとしたら、そんな人を沖家は今から助けようとしているのか？恋は盲目と言いますから。単純なんだよ沖家は。ねえ、誰かいますよ。え？うわマジじゃん、びっくりした。よく見ると、そこに誰か人がいる？え？見てた？今の一部始終見てた？これは事情を聞いておいた方がいい気がするわ。おい、そこにいるのは誰だ？おい、見たのか、どこから、どこまで、え、消えた？いや、近づいてきただけかい。いや、驚きました。何がですか？何の話ですか？その女性を、呪い殺してしまったのですか？な。違います、私じゃないです。言いがかりはやめてください。おきえしょうごくん。な、なんで名前知ってんだ？え？なに、誰おきえの知り合いか？背の高い真面目そうな男だ、見覚えはない。俺を知ってるようだが、会ったことある人物なのだろうか。思い出せよ。いやー、まずいところを見られてしまったかもしれませんね。考えろ、考えて思い出すんだ。この男、何者だ？年齢は30代から40代くらいか。折り目正しくスーツを着ているが、肩着の人間ではないのかもしれない。そもそもこいつはここで何をしていた？俺たちのことをずっと見てたのか？それに、呪いについても知ってそうな感じだった。もしこの男も、本所七不思議の呪いを受けたかしり主であれば、俺の命を狙って呪詛を仕掛けてくる可能性がある、注意しないと。逆に言えば、かしり主を呪い殺せば大量の魂が得られるらしいが。ピンチはチャンスか。で、この人は誰なの？やっぱり、あんたには見覚えはない。なぜ俺を知ってる？どこかで会ったか？
なるほど、私の認知度もその程度でしたか、嘆かわしいことです。では、名前だけお伝えしましょう。私は、弓岡拓海と言います。弓岡拓海？思い出しましたか？聞き覚えがあるような、ないような。そうですか、名前すらも知られていないとは、残念です。残念ですが、好都合とも言えます。なんだ？議員か？政治家か？服装はそんな感じだな。それなら知名度が低くて嘆くのも頷けますが。そういえば沖家は政治に興味がないのんぽりでしたよね。ダメだ。調べても何もわからない。では続いて、私からあなたにお尋ねします。あなたの持っている呪詛玉、おとなしく渡してもらえませんか？なんで呪詛玉のこと知ってんだよ。なぜ呪詛玉を知ってる？見させていただいていましたから。今見ていただけで、呪詛玉のことがわかるわけないだろう。当事者の俺だってまだ信じられないんだ。あんた知ってるんだな、本所七不思議の呪いのことを。もちろん、その呪詛玉は、条件さえ満たせば、証拠を残さずに人を呪いで殺すことができる危険な道具ですから。そうは考えてなかったな。もし悪意のある人間に渡ったら、大変なことになる。その前に、おとなしくこちらに渡していただきたい。もっとも、あなたはすでに一人殺してしまったようですが。違う、俺は何もしていない。今ならそちらの女性の剣は目をつむります。呪詛玉をこちらに渡してください。ダメだ、断る。それを言ったらあんただって、悪用しないとも限らない。そうですか、手荒な真似はしたくありませんでしたが。手荒な真似するってのか。なるほど、弓岡拓海、この男は他の呪詛玉を。持って、いそう？持ってるからこそ呪詛玉のことを知ってるんじゃないのか。ということは、この弓岡というやつも何らかの呪詛玉を。ということは弓岡も沖家を呪い殺せる可能性があるということですね。持っている、そう思っていた方がいい。であれば、ここまで事情に詳しいのも納得がいく。こいつも条件次第で、相手を呪い殺せる力を持っているとしたら。その条件がわかるまでは、迂闊な行動は命取りだ。ここは話を引き伸ばし、情報を探りつつ先にこちらの条件を満たせば。あいつを俺の前から立ち去らせるには、どうする？そうか、そういうことなのか。しかし、できれば他のかしり主の情報も欲しい。そんなことしてる間に呪い殺されるぞ。まずはこの弓岡に立ち去ってもらう方法を考えましょう。まずこいつの興味ありそうな話題で会話を引き伸ばす。それにはあって数分、興味ありそうなことなんてわからないですけど。まずはこいつの素性だ。弓岡さん、まずはあんたの身元を明かしてもらいたい。それで信頼に足る人物だと証明できるなら、呪詛玉を渡すよ。まあ嘘だけどねー、絶対怪しんでるねじゃん。確かに、そうですね。実は私は、霊術師が明道水源先生の付き人をやっております。霊術師、が明道？はい、最近は雑誌にも連載をしてるので、もちろん知っているでしょう。先日、そちらの彼女が先生のところに相談に来たことがありましてね。あなたのことも、そこで彼女から聞いておりました。てっきり私どものことも、彼女から聞いているものだと思っていました。それは、いつの話だ？つい、2、3日前のことです。なるほど。嘘、だろうな。こちらが忘れているのをいいことに、適当な話で煙に巻くつもりか。そもそも彼女と知り合って1ヶ月程度なのに、霊術師の先生とやらに相談に行ったとも思えないが。陽子さんの場合、本当に言ってたとしてもおかしくないので嘘の根拠にはならないか。まあでも十中八九嘘ですよ。私のことをお分かりいただけたなら、約束通り呪詛玉をお渡しください。付き人なら知名度なくて当然じゃないです。ああ、だからきっと嘘だろうな。呪詛玉を奪うための嘘か。むしろ、陽子さんをあんな目に遭わせたのはあんたの呪いじゃないのか？その質問で、私が呪詛玉を持っているかどうか探ろうというのですか？ご自身でどう捉えていようと、沖家君、あれはあなたの呪いですよ。ありえない、俺が呪詛玉を手に入れたのは陽子さんが死んでからだ。そうだそうだ。ほう？揺さぶりは無駄だ、やっぱりあんたの仕業なんだな。残念ながら違います、信じるかどうかはお任せしますが。そもそも本日0時頃、なぜか一斉に本所七不思議の呪いが発言しました。七不思議の呪いはまだいくつもある、呪いの力を持つかしり主が何人もいます。私だと断言するのは、まだまだ時期尚早ではないですか？そうか、今日の0時に、何人かのかしり主が生まれているってことか。確証も何もなければ、この話をしても埒が明かないか。0時に一斉に？なんで？ということは陽子さんもその時刻に呪われてた？そんな感じはなかったですけど。彼女の死が俺の呪いによるものだと断言したのは、何か根拠があるのか？確かにそれは知りたい。それはですね。おや？うん？い
いえ、あなたの連れの女性、今、少し動いたようですが。は？なんだって？いや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 、絶対はな。私は絶対振り向かないぞ。動く様子なんてなかったからな。話もはぐらかされた気がしますね。俺の呪詛玉を手に入れてどうする気だ？もちろん二度と使われることがないよう、安全な場所に封じます。あなたも、持て余しているのではないですか？安全に人を殺せる力など、呪い以外の何物でもない。そんな力があって、使わずにいられるものがどれだけいることか。まして蘇りの秘術、などという見返りがあるのならばなおのこと。封じる、とは？どうやって？霊剣新たかな霊術師の先生が、責任を持って封印いたします。納得いただけたなら、その呪詛玉をお渡しください。いや、絶対渡さないね。もうどんどん怪しさが増していってますよ。本所七不思議の不思議の数だけ呪いがあって、かしり主がいるんだよな。他のかしり主がどこの誰か、あんたは知ってるのか？それを聞いて、どうするのです。呪い殺すだろ。物騒なことを、考えているのではないですか？陽子さんを助けてやりたいみたいなんでな。世の摂理に背き、蘇りの秘術を求める、そんな身勝手で浅ましい心に呪いは取り付くのです。おっしゃる通りかもしれません。その際に恨みの記憶に触れ、あなたの心には今強い殺意が芽生えているはず。あなたも被害者です。とても危険な状態だ。早く呪詛玉を渡した方が身のためです。取り返しがつかなくなる前に。取り返し、だと？そんなものもうつかなくなってるんだ。俺はもうなりふり構わず前に進むしかない。その邪魔をするというのなら、わかっているんだろうな。む、呪詛を行使する気ですか？条件を踏まないよう、これ以上の不用意な発言は控えた方が良さそうですね。もう聞けることは全て聞いたか。じゃあちょっと様子見てみようかな。大丈夫、ちょっと見るだけだから、調べたりしないから。よ、陽子さん。なんか勝手に吸い込まれたんだが、いやちょっと様子を見ようとしただけなんだ。いや、特に変わってるようには、見え。な。え、何が起こったんどす？呪われた、じゃないのか？しま、た。くそ、こんな。いや罠だって分かってたのに。お家将を、死亡。いや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 、調べなければ大丈夫だって思うじゃん。振り返った瞬間あれはないって。でもこれで分かったな。あいつは呪詛玉を持っている。何の呪詛玉だろう。なんと、どうやらレミリア様の望まない結果に進んでしまったようですね。これは私の勝手な推測ですけど。あの男との会話中に、隙を見せてはいけないようですね。ご安心ください。あなたが振り返る直前からいくらでもやり直すことができますから。コメント欄で分かったんだけど、この人って仮面なんですよね。わ、ほんとだ。かしこまりました。戻ったら絶対に振り返らないでくださいね。これ、性別もどっちかわからないな。隠すということは何か意味があるってことですよね。面白くなってきたな。おい、お前私を騙しただろ。ふざけんな。何をしてるんです？彼女の様子を見てあげなくていいのですか？いいのです。様子を見ようとしたらあなたに呪い殺されますから。振り返ることによって条件を満たすんでしょうね。俺の呪詛玉の条件を満たすには、こいつが俺を置いて、ここから立ち去ってくれないといけない。では、何があれば何もせずに立ち去るか。一つ、自分の要件を済ますこと。二つ、他に休養ができること。こいつの要件は俺の呪詛玉を手に入れることだ。だから一つ目はできない。二つ目は休養の発生を期待するしかない。そんなものは当てにできない。ならば三つ目、ここにいられない状態になる。一時的なものでいい。撤退を余儀なくさせるには何があればいいだろうか。下剤飲ませるとか？確かに撤退を余儀なくさせるだろうが、そもそも下剤をどうやって飲ますんだよ。この作戦はダメですか？タイミングよく下痢でも催してくれないだろうか？さっきからなんで下系ばっかりなの？おい、股間を調べるな。弓を片組と名乗る男。こうしている間も、一瞬たりとも俺から目を離さず警戒を怠っていない。一体何者なんだ？思い出せれば有利に運べるかもしれないが。そうだよ、思い出せよ。そもそも向こう側だけが知ってるってこともあるのでは？え？お家称号？知名度ゼロですよ。弓を片組？クソ、何者だ？そもそも最近の俺の人間関係なんて、仕事関係くらいしかないはずだが。取引先の相手とか。あ。そうか、仕事関係。思い出したぞ、直接会ったことはないから忘れていた。直接会ったことがない？弓を片組、男、被作者の会長秘書、被作者って、お家の職場。金絞り公園でお家たちの様子を伺っていた男、墨田区の化学薬品会社、被作石鹸会長の個人秘書。会長山森夏江を崇拝しており、絶対服従を誓っているかのような鋼の忠誠心と、迅速、正確な業務の遂行力を見せる。山森夏江が現役を退いてからも、会社に多大な影響を与える存在であることを裏から支えている人物。弓岡の口から、
現社長や役員たちに指示が通達されることも多く、煙たがられている。本社の従業員はもちろんのこと、工場や倉庫の臨時従業員や主要取引先まで関係者の顔と名前は全て把握している。従業員全員把握、すげえな。会長山森夏恵を崇拝ってのが気になるな。もしかして山森夏恵さんの身に何かあったのでしょうか？山森夏恵を蘇らせたいとか？何がが妙道だ、しらじらしい。やっぱり嘘だったじゃねえか。だがこの情報があるからといって、何かが変わるわけでもないか。まあ確かに、だからどう退けるってんだ。考えるんだ、沖家翔吾、脳をフル回転させろ。思い出したぞ、何がが妙道だ。あんたは、俺の勤務する会社、飛白石鹸の会長秘書じゃないか。広報にでも載ってたんかな。ようやく思い出しましたか、愛社精神の乏しい従業員で残念です。では立場をわきまえて、こちらの言うことに従っていただきましょうか。断る、これは業務とは無関係だ、あんたにそんな権限はない。そうです、プライベートの話ですから。そもそもどうしてうちの会長秘書が、呪詛玉なんてものを探してるんだ。そのように疑問を持つでしょうから、あえて明かす必要もないと思っていたのですが。いいですか、我が社は昭和初期よりこの土地で共に発展し、地域に根ざしてきた企業です。この地で不穏な呪いなどが広まらぬよう、排除するのに何の不思議がありましょう。そういうものなのか？一従業員は知らずともいいことです。そのような事柄は無数にありますから。会長は愛すべき会社のあるこの土地で、厄介事を起こしたくないのです。さあ、わかったらおとなしく呪詛玉を渡してください。めっちゃ嘘っぽいぞ。まあ、嘘でも本当でも呪詛玉を渡す気はないがな。一時的なものでいい。絶対を余儀なくさせるには何があればいいだろうか。下剤、お前まだ言ってんのか。あ、あるじゃないか、あれが。あいつを撤退させる話題がある。え？ちょっと私よくわかってないですけど、撤退させる話題？なんてありましたっけ？沖家が勝手に進めてくれるだろ。あ、しまった、こうしてる場合じゃなかった。どうかしました？給料があるは隙を見せるから絶対に違うし、呪詛玉を渡すも絶対に違う。ということは電話をした、119番にな。実はさっき、119番で救急車を呼んだ。もうじき、ここに救急隊が来るぞ。救急車？なんと、愚かな。こんな夜中に誰もいない場所で、戦士隊と一緒に立っていたら、救急隊から警察にも通報され、事情聴取は免れないでしょうな。でも俺は陽子さんのそばを離れたくない。なぜなら愛しているからな。黙ってレミリア。あんたもこのまま一緒に事情聴取を受けるか？通報したのは間違いなさそうですね。もういつ到着してもおかしくない。今は面倒事を避けておくべき時、一旦この場は退きましょう。呪詛格子。な。え、これで呪われたの？沖家翔吾、貴様、まさか。こんな簡単に呪えるもんなの？ぐ、がは、ごぼあー。こいつ、人を殺したのに冷静すぎるだろ。どうなったのですか弓岡は。これ、陽子さんの時と同じ状況じゃないか。死んだ。本当に、死んだ。水という水が全部。これが呪詛玉の呪いの力か。完全に陽子さんの時と一致してる。ということは、陽子さんも呪いの力で。すごい。え、いっぱい、弓岡はかしり主ではなかったの？いやこいつは呪いの力を持っていたはずだぞ。かしり主は数十人に相当するんじゃなかったの？あの前回、陽子さんが倒れる前、左上に押せって出たから、私、押しちゃったのよね。それさっき弓岡を呪い殺した時と似てね。ということは、もしかしたら陽子さんを呪い殺したのも、沖家ということになりますね。でもあの時沖家はまだ呪われてなかったはず。ということは、沖家はもともと別の呪いを持っていた。そしてあの時、その条件を満たしたってことか？ちょっとこれは他の呪いの種類も見る必要がありそうですよ。弓岡の呪詛玉も何の呪詛玉だったか気になるしな。ここからは他の七不思議の説明になるので、興味のある方だけご覧ください。若林、牛島西も屋敷、現在は駒形高校の敷地、を構えていた藩士が遭遇したという会。自宅のそばを歩いていると、神楽林の音がどこからともなく聞こえてくるが、人の命じてその出所を探らせてもありです。付近で音は消えてしまい、どうしても突き止めることができなかったという。この不思議は狸林とも呼ばれ、その名の通り、狸の仕業であるとする説も多く広まっている。送り提灯。鳳凰寺近くの暗い夜道を歩いていると、少し先に人もないのに提灯の明かりがぼーっと浮かぶ。誘われるままその明かりに近寄ると、ふっと消え、真っ暗になったと思ったら、さらに少し先に同じ明かりが導くように浮かび上がるのだという。この現象は、明かりを持たないものを行き先へ案内してくれているありがたいものであるとする説や、ついていったものを道に迷わせる会とする説、あるいは恨みを持って死んだものが、迷い人はあの世へ導くものであるとする説などがある。送り用紙に。入江町、現在の下久橋付近、野次将が神明を告げる鐘を響かせる頃、夜回りが火の用心と声を上げ拍子を打ち鳴らしながら歩いていた。するとどこからか、拍子の音が聞こえてくる。試しにもう一度カチカチと鳴らしてみると、やはり暗闇から同じようにカチカチと拍子を鳴らす音が聞こえてきた。しかし、夜回りがどれだけ探ってみても、周囲には誰の姿もなかったという、狸役
キツネに化かされたとする説のほか、不用意な火事により命を落としたものからの警告であるとする説もある。落ち葉なき碑。奥良場敷田にある藩主の神屋敷の庭、現在の旧安田庭園、には非常に立派な椎の木が立っていた。町の人から椎の木屋敷と呼ばれるほどの名物となっていた大木だったが、その葉が落葉しているのをなぜか誰一人見たことがないという、不思議に思った人々があらゆる噂話を立てるうち、その木は落葉なき椎と囁かれるようになった。しかし、もともと椎の木は常緑樹なので、葉を落とさないことは不思議でもなんでもない。なのに人々が忌憚として噂を立てたことが、この不思議の不思議たるゆえんとも言われている。津軽の太鼓。緑町にて、ひときわ広い敷地を誇っていた弘前藩津軽家大名の神屋敷には、火事を見張るための25尺、約 7.6 メートルもある高い火の見櫓が建てられていた。通常、火事を知らせる際に、太鼓を鳴らすのは常備消しという役人だけに認められており、大名屋敷では万事を鳴らす決まりになっていたが、この津軽屋敷の火の見櫓では、なぜか太鼓を鳴らすことが許されていたという、神屋敷の存在感もあって、このことは町の人々の興味を集め、様々な憶測や噂話が生まれていった。足洗い屋敷。三笠町、現在の南割出水通り亀沢付近にある、旗本屋敷で牛三つ時になると起こったという怪異、生臭い風とともにガタガタと柳がしたかと思うと、広間の天井を突き破って血まみれの巨大な足がニュッと現れ、足を洗え、とけたたましく命じてくる。下働きの者が水で丁寧に足を洗うと、足は引っ込み、天井も元に戻ったという、それが毎夜続き、たまらず悩んでいた主人が知人と屋敷を交換してもらったところ、その足はピタリと現れなくなった。片刃の足、トメゾウという評判の悪いならず者が、おこまという娘に恋心を抱いた。トメゾウは、ことあるごとにおこまにつきまとい、幾度となく言い寄るものの、全く相手にされず、拒まれ続けた。あまりにも世間に扱われたことに落城したトメゾウは、担当を持って両国橋の脇堀付近でおこまを襲い、片手片足を切り落として堀に投げ入れてしまう。以後、その堀の周囲に生える足は、なぜか片側にしか歯をつけなくなったという。消えずのあんどん、体の芯まで凍ってしまいそうな冬の夜、南割出水沿いを歩いていると、行く手に二八そばの屋台が出ていることがある。しかしその屋台、奇妙なことにいつ見ても主人の姿が見当たらない。なのに、そのあんどんには、油がなくても常に明かりがこうこうと灯り続けていた。試しに消してみようとも、すぐにまた灯り始めるのだという。この話は楽に、そば屋のあんどんがいつでも消えていて、明かりを灯してもどうしてもすぐに消えてしまう、明かりなしそばとして伝わっている場合もある。全部読んだけど、全然わからんわ。